さあさあさあ、皆さん、お絵かきの時間ですよ。やりましょう、やりましょう。フルコンさんがもうメキメキ上達してるからね。そうそう。マジで、そうなんだ。やっぱね、書くとちょっと馬なんだよね。ところで、ところで、MSSP の2人と我々の2人は、お絵描きのほどはどんなもんなんですか？クソ下手ですけど大丈夫ですか？やばいっすよ。それを期待してるんだよ。本当にやばい。いや、わかんないよ。そのピカソみたいな逸材かもしれないよ。センスでなんとかね。もうシャオロンなんか今日のために温めてきてますけどね。30枚ぐらいデッサンしてきたんで、もう大丈夫です。ガチじゃん。ルールはもう普通の伝言ゲーム、まずはやっていきましょう。ああ、普通のいく。うん、了解です。まずは普通のやつじゃん。まずだってガンティコーン初めての人もいるからね、今日はね。はい、そうですね。初めてです。初めてです。お、さあ始まる。始まる。さあ、ここにも制限時間みだ。とりあえず書く。これどうしよっかな。ここで自由に書いちゃって、書いちゃって。どうしよっかな。はい、OK。 あー、早っ。文章、そう、文章を書き込もう。そう。でしかもこれ文章、あのこの枠はみ出てめちゃくちゃ長文書けるんで、そうですね、すんごい長文書いてるんですよ。そんな長文書いて当てれるのかな。なればなるほど正解率は下がるけど、おもろくなります。なあ、そうですよね。結果おもろくなりがち。そう。あ、とりあえず最初はこんな、このぐらいしよう。おお。時間制限早いな。結構早い。マジマジ、時間制限、これ時間制限あるよ。理由にね。あ、これいけたのかな。大丈夫？大丈夫？これ書いていけばいいんですかね。これもう、もう始まってますよ。そう、もう。なるほどなるほど。マジマジ、なるほどなるほど。あ、うまいうまい、俺。あ、いい感じ。あ、あ、うまいかも。あ、初めて書くけど、わかるかも、これ。ちょっと待って。まあこんな感じ。これ、G 書くのありなんすか？字はなしかな。なしっすよ。なるほど。うん、できるだけなしで。甘い。甘い。マジで、うん、そんな無理じゃん。だって、まあ、極端に言うと、極端に言うとね、かけちゃうからね、その答えを。そうね。おー、いい感じ、いい感じ。で、こうや。あ、この人こうや。うわ、結構時間ないんだな。時間もう半分切ってる。あ、やば、短っ。あ、右上のこのタイマーが、あ、そうなんだ。でも俺これ不敬罪で殺される可能性も、うん、何書かされてんだ。数字だけ許してくれへん。あー、やばい、終わっちゃう。早い。しゃれなくない。あ、マークにするか。あ、もう一個ぐらい書いておいてもいいか。完璧だ、これもう。こう。やばい。拡大したい。これ。やばい、時間がないよ。時間がない。やばい。あ、もう。マジで？全然無理。あ、でもこれはじゃない、これ。いや、これはいけると思う。完了しなきゃ、完了と。何これ。なんだこれ。なんだこれを書いと。何書いてんだこれ。これ誰？うまくの絵誰？やばい、もう時間ない。時間ないよ。怖いよ。うわ、わかんねー。これでいこう、これでいこう。あ、やべ、時間だ。なんだこれ。ちょっと待って、俺、またあなたを書くんですか。マジか。途中の文章来たぞ。あ、いや、合ってる合ってる。こうだわ。うん。で、あ、間違えた。どうしよう。うまっ。ん、いいね、これ。いや、これダメよ。あ、これの華やかさ。あ、いいかも。はいはいはい。OK。完了完了。いや、今回は完了。できた。これいけたわ。うまい。俺、これ天才かもしれん。うわー、いいね。もう、やけくそになってみんな授業してたんですよ。これ、あとで答え合わせとかあるんですか？あー、時間がない。答え合わせあるよ。あ、最後に、最後に答え合わせ。誰が先輩か分かるよ。お楽しみ。そう。どこでおかしくなったのか。どこでおかしくなったのか。あー、もういいや、これ。やべ。くれ。おめ。うわ、なんだ、なんだ、これ。え？あ、でもなんか分かる。分かるぞ、でもこれ。え？これ、なんだ？誰だよ。誰表してんの、これ。多分。ん？
こうじゃないんかな。でも分かりやすい結構。これシンプルだな。俺は見たまま書くぞ。俺も見たまま書くしかないですからね。ああなるほど。急に急になんかシンプルなお題来たな。俺も一番いやシンプルなほど難しいねんな。なんかこれディスコードのアイコン参照にしてもいいですか。あ、全然あのカンニングは全然ありで。オッケーオッケー。あ、そうそう。いや俺うまいでしょ。いや俺めっちゃうまいかもしれん。これ一番自信ある。でもね、さっきからもううまいうまい言ってんの俺らだけなんですよ。本当だ。みんなうんうん言ってるんだけど、うまいうまいって言ってるけどさ、なんかうまい絵来てないけどな。でもこれちょっと来たな。回ってくるはずなんだけど、外れ引いてる感じ。外れ引いてるな。誰だろうな。残念ですね。うまい絵一個も食えへんけどな。これ答え合わせめっちゃ楽しみだな。これうまい。どこでめちゃくちゃになったのか。はい。ああ。何これ。何これ。なんで直線ツールで書いたの。何だこれ。うまい。うまいけど分かんない。これは。え、ああ、分かった。これ大先生だろ。いや、何言ってんだよ。目が優しいもん。目が優しいもん。え、よっしゃ、うん、こうだな、こうかな、オッケー、こうかな、もうこういうことかな。いや、こうだこれ。足かな。まあ、つまりこうだね。じゃあサングラス2人いるの。あ、終わった。あっという間だよ。そう。いや、楽しみやな。早いもんでね。じゃあ、まずは、はい、僕のアルバムからいきますか。分かりました。はい、はい。FB777 超難しすぎるやろ。いや、これ完璧に書いたんで。しかもサオ本人に。あ、そうですね。あ、なるほど。サオのはどんな感じなのか。お願いします。おお。まあ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 。なるほどね。いや、でも居酒屋の要素少ねえよ。雰囲気を。かわいい。これは予想以上の絵だったな。運用しているってな。左側は富士かもしれんからな。FB777 がどうか。どういうことか。どういうことか。誰やねんと。これ一番最初に来たから。ああ、そうか。それでこっちの来たぞって言ってたんすね。すみません、もう。誰やよ、そう。赤い亀はと思って。亀じゃないもん。クリボーみたい。完全に甲羅です。でも、しょうがない。うま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 い。やっぱ。確かに。確かに。確かに。とわけや、これ。これはうまいよ。とうすうまいな。これは。この感じがどう答えるんだろう。それがやっぱまた MSSP2 人が大変です。タワコ3に FB がグッジョブ。ああ、なるほどね。これはもうシンプルにね。いいね。ごめん、ちょっと俺、中途半端だわ。おっ、ええ。ああ、でも、これめっちゃ分かるわ。ああ、いいや。トワポンがごめん。トワポンが、えらい大長ね。グッジョブされてる顔じゃないよね。ワンポイントあれば、誰か分かるから。タワコ氏に気さくな挨拶をする FB777。 タワコ氏って言ってましたけど、タワコちょっとこれでもまあほぼ正解。いや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 、サトワコに変わってるから。タワコに変わってる、消失してるからね。最終的にいなくなって、お前自分で自分回で自分が消滅したからね。みっともね、判断しなきゃいけなかった。そうですね。でもいい感じ。トワコ。はい。桶狭間の戦いに挑む。いや、これ本当に使ったじゃん、これ。いや、マジか。俺は申し訳ない。もう時間が足りなかった。そうよね。え、うまっ。ああ。そういうことやったんや。もう少しじゃ。頑張れや。そういうことか。でも、うまい、うまいな。はいはいはい。バルタン星人とカシャン。まあ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 、手が生えて。そうなるわな。バルタンここか。そう。ここからか。なるほどね。で、うん。うめえ。だいぶバルタンに寄せたな。はい。かわいいし。うん。
フルコンさんがバルタン星人の同胞と仲良くしてる。ああ、伝わってる。伝わってる。俺これ結構自信ありますね。本当ですか？お願いします。先生。ほんまや。まあ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 でも目が優しい。まあまあ表してなんかガンダムみたいなのいますけど大丈夫ですか？バルタン星人間違えてるでしょ。そうね。ちょっと書けなかったんですよバルタンが。ガンダムと仲良くしてる。バルタン星人フルコン。あーあー伝わった。最初仮面ライダーかなと思ったけどね。伝わってバルタン最初いないんだよ。こっからは伝わってる。キハザマなんだ。キハザマだな。ちょっと時間なくて伝わんなかったっすよ。まあキハザマ無理っすけどね。なんでバルタン星人っぽくしたよ。じゃあフルコンさん書いても時間なくて勝手に進んじゃったのこれ。ヤオさんこれで下手なんすか。いや、俺は下手っすよ、これで。いや、もうこれ、もう MSG 超えよ。もうね、言うて、待って、これで褒められんの、やば。今日やべえな。まあ、みんなトントンやと思うけど。まあまあ、ね。うますぎる。それほど変わらないの。見てくださいよ、マジで。ヤオヘオの中身はフルコンだった。はいはいはい。あ、こういうのもいいんだ。なるほどね。書きました。なるほどね。そういうことな。はい。なるほど。どういうこれ、どう見ればいいのこれ。これさ、どう見るの。そういうのもいいのね。中身、あの脱いだとことか書けないから。そうね。あ、そうなるほど。いやでも英語用の表現うまいな、このシンプルな。なるほどね。書き慣れてますかね、これはね。もうね、書き慣れてんねん。エオヨに吸い込まれる。そうなるよ。これは、ね、そうなります。そうなります。これは難しかった。そうなります。あのね、これ確かうつ先生の、ね、シンプルながらうまかった気ですね。あ、本当ですか。これ自信ありましたね、確かに。伝わるのよ。伝わるけど、すげえ、何これ。この躍動感ですよ。この躍動感すごいです、ね。さあ、白目向いてるけど。白目向いてます。なんか、本当上の方若干向いてますね。やっぱりいっぱい吸うとこうなっちゃうんで。ああ、なるほど。究極のシンプルかよ、これ。エオヘオに吸い込まれる。あ、でも、そう、伝わってる。伝わってる。伝わってんねん、これ。お前でも、えっ、おお、なるほどなるほど。はいはいはい。うまいじゃん、シャオちゃん。うまいですよ、言ってる。俺と久保塚さんにゲロ。逆吐いちゃった。吐いちゃった。吐いちゃった。吸い込んでるのに。逆方向行ったか、これ。逆方向行きましたね。逆方向行っちゃいましたわ。でも俺、これ構図が FB さんと全く一緒だったんだよな。本当だ。みんな大体構図一緒なんだよね。これ結構うめえの。今回これうまかった、ね、これうまい、これうまい。うん。な、うん、みんなトントンよこれ。完全に。お題はいけるんだろ。お題はやっぱり最初にやっぱりうまくいかないとね、どうしよう。そうだね。そうですね。いやこれ参考に。いやこれむずいよ。釣りにあっさり来るうち。むずすぎるな。うわこれどうなんだろう。やばいな。めっちゃ攻めるじゃん。これどうなったかちょっと気になりますね。うつ先生はねうまくかけた気する。マジっすか。うん、ほら。あ、うまい。わかるわかる。ヨーロッパ。ただあとはわからない。ヨーロッパ、何がヨーロッパ。え、飛行機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 が。ヨーロッパ要素。飛行機。強すぎる。間に合わねえよ。宇都先生書いて満足しちゃったよ、もう。卵寿司のネタ落ち。ここで来るのか。卵寿司のネタが落ちるに見えたんだよ、それ。ああ、はいはいはい。あれ、僕自信ありますよ、めっちゃ。おおいや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 、どういうことよ。卵寿司簡単に書きすぎでしょ。ネタ落ちは何を表現したのか。卵寿司に乗ってるうつ先生。そう、ネタ落ちね、うつ先生だったんだね、あれはね。先生なんや。うつ先生ですね。卵のお寿司の上に乗っているのにかけたプリン。目に見えたものすべて文字にしてもらった。メガネかけたしょうがない。メガネかけた。卵の寿司はギリッと伝わったけど。いや俺は完璧にもうかけましたよ俺は。そっちのプリンこの流れ。ちょっと待って、もメガネかけたプリンが面白すぎて。先生が
プリンになっちゃう。あ、でも戻ってきた、戻ってきた。戻ってきた、戻ってきた。戻ってきた、戻ってきた、ウッチ先生。やっぱメガネだけで復活できるから、ウッチ先生は。俺、すげえぞ、これ。よくウッチ先生戻ってきたな、これ。ウッチ先生戻ってきたな、よかった。よかった。跳ねたわ。プリンになっちゃったもんね、途中に。その感想、なっちゃってね。なっちゃったね。いいタイトル。いや、これ面白かったな。俺いいの。いいの。うん。ヨーロッパが一個もないけど。もう海が消えましたね。どうやんのよ、ヨーロッパ。松尾さん、これ頑張ってんな。どうやんの、ウッチ先生って精一杯やったよ、もう。サオちゃん、何出したの？僕ね、SD777 シンゴジラ。なるほど。俺お前か。じゃあ分かった分かった、あれだ。あー、心当たりが。うまっ。これめっちゃ。うまっ。これほんと震えた。おお。これやば。東京に迫り来るゴジラを止める。あ、でもまあ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 。ギザギザが必要だったんだ。うんうんうん。え、これ先輩じゃないこれ。背中のギザギザ。あれ、よさん、まさか？まさか？頑張ってるけどな。いや、なんかうまい気もすんねんけど。ゴジラこうしてる。ゴジラだ。ちょっと色で頑張ったんですけどね。いやいや、ガメラ寄りですよね、これ、まさか。確かに。ゴジラではなかったな。うん、俺もう巨大チンアナゴぐらいにしか分かんない。まあまあまあ、そうですね。結局俺はシンプルにしちゃって、ごめん。はいはいはい。FB 絶対絶対。ああ、なるほどね。すげえシンプルにしちゃった。自分で書くんや。なるほど、なるほど。止まった。ああ直線ツール。直線ツール、これに使ってん。剣で切りつけられる FB。だいぶ規模は縮小したけど。一番いい流れだったかもしれない。いや、ちょっとゴジラからもうちょっと頑張ればうまいな、これはね。うまいな。シンゴジラ、このなんかね、ぐわーってなってんだよね。シンゴジラ難しいな。こういう構図かけるのすごいっすよね。まあ、すごい。やっぱゴジラかけないもん。それはそうなるわ。かけないよ。チンアナゴになるよ、確かに。チンアナゴになりますって。トワポンがナンバーワンか、今。うまいですね。めっちゃうまかったね。めちゃめちゃうまい。やった。ナンバーワン。人間に襲われるサメ映画。あれね。はい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 。俺はもう自分流に書いたよ、もう。はいはいはい。ああ、かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。わかりやすい。わかるよな、シャオロンな、お前な。わかるよな、シャオロンさんわかりますよな。多分ビタビタだと思う。違う。抽象画みたいな。どういうことだよ、おめえ。僕はもう、これは自信あるんで、任せて、ちゃんと伝わると思います。これ、これは、これひどいな。いや、もう、これやばい。いや、俺これ本当見たまま行きましたよ、もう。舐めやがって。まあまあ伝わってたんじゃない。これやばいな。これやばいわ。なんでこんなことに。原始時代。原始時代。人間に情報がなさすぎて。原始時代。シンプルになっていったな。やばい。いいね。やばい。まあまあ。もうギャートルズ。火山があるんですね。そうね。火山は必須やからね。火山は。原始時代のいきなり。肉もすぎた。すげえ。確かにどれが主役かわかんないですね。そう、確かに確かに。そう、結構それサメ映画から原始時代。こういうお題意外と難しいね。どれが主役か難しいですね。どれのことがわからんくなるからね。そういうことレベル感分かってきた、分かってきた。分かってきた、分かってきた。そうなんだ。いや、FB さんのこの絵やべえな。やばいよ。これやばい。芸術だね。やばい。これなのに、恐竜やばすぎる。なんでしゃくれてんの？あれで刺すんじゃないですか。いや、いい抽象。いい抽象が。移り変わりとか書けねえけど、みたいな。なんか。
行きましょう最後。自分に自信が持てる。天空で羽ばたく面白い。これフリーさんすかこれ。あれめ。これ本当勘弁してほしかった。これマジで。いや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 。どうなんですか。結構ねあの最大限ねあの抵抗したんで。はいはいはい。おい。あーでもあーないよ。いいじゃん。でもうまいうまいうまい。うん。ちゃんと表現できてる。やった。あー分かりやすい。明太子ね。確かにそうだわ。そう言われるとって感じだな。よよよ顔してる。お金を失う。なるほどな。なるほどね。なるほど。お金に。なるほどね。だお。おうまい。そうね。分かりやすい。なるほどなるほど。いや分かりやすかったこれはすごい。課金しまくるよ。ああそっちもいけんなこれ。そっかそっちになるか。なるほどな。ああ手になんかスマホみたいなの入れて思ってたから。ああうまい。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 シンプルかすごい。これはわかるわかる。課金か。なるほど。エオヘオの割り勘計算。急に決着するな。急に決着するなやっぱりね。ギリギリ悪口ですよねこれ。計算できないから電流使ってね。それいくらね。お互い何の相談もしてないのに大体他の人を出しましたね。そう確かに大体で。いや面白いこれ。そう面白いかな。このゲームおもれえな。やっぱ FB の原始時代と。これやばいな。舐めてる恐竜いいねこれ。やっぱチンアナゴですかねやっぱ。チンアナゴいいよ。いや俺直線ツール使ってんのもなんか結構いいけど斬新で。これいいよね。これね全部直線でアート感あるわこれ。人の顔描くのに直線ツール使うって初めての発想やから、ね、あそうか、うん、プリンも直線ツール使ってるこれ。MSSB はツールを使う。なんか結構うまい。これいい流れだったんだけどな、うん、伝わんねよな。これまだ最後まで人が残ってますもんねこれは。そう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 、うんうん、そう割とねそのお題の人はね最後まで残るパターンは、うん、はいはいはい。あのトワポンと富士がいるとやっぱここ伝わるな、うんうん、そうですね、いいバランスで来てくれるからいい、はい、かき乱すやつと伝える人がでもギリギリ伝わるんだよね。そうギリギリ伝わるんですね。確かにね、絶望的じゃないのがまたね。そうそうそう。絶対伝わんないレベルではなさそうっていうのが、ね、そうそうそう、いいですね。そういうゲームでございましたよ。面白いな。これおもろいな、はい、マジで。ありがとうございました。もう一回やろう、もう一回やろう。やりましょうか。